はい、こんにちは、セミコチャンネル、セミコでございます。初めてですね、アンダーテールをやってみようということで、購入自体はね、サマーセールの、スチームのサマーセールの時に買ってたんですが、なかなかやるタイミングを、ね、見出せず、ずるずるとしておりましたが、ちょっとね、やってみたいと思います。なんか相当難しいというふうには聞くんですけどね。果たしてどうなることやらといったところで、頑張りたいと思います。はい、じゃあやります。イントロは見たんで、もうイントロは飛ばします。これマウス使わんねんな。確定 ZXC 決定とキャンセル、決定とキャンセルとメニューしか使うのか。設定少な。じゃあやるか。はい。なんかこのちょっと揺らしてくんの嫌やな。おう。え？なこれ。こいつ怪しいな。こいつ怪しいやろ。この世界のルールも知らないでしょ。知るかやん。なるほどね。インストしてくれると。OK っす。何これ。そのハートは君の魂、君という存在そのものと言っていい。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がると、どんどん強くなれる。なるほどね。レベルっていうのはラブ、つまり愛のことさ。そうなんか？君もラブが欲しいでしょ？うん、確かに俺は、今ちょっと愛に飢えてるんで、愛は欲しいですね。待ってね、今僕はラブを分けてあげるから、こいつのラブはいらんな。え？いやねん、こいつよ。怪しいやろ、ほら、やっぱり怪しいねんって、これ。ゲーム終わり？ええー。なんかもう嫌やん、もう、なんかやりたくなくなってきてんねんけど。え？なんかちょっと雰囲気怖いな。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。トリエル、この遺跡の管理人。あんまり好みではないな。
毎日ここ見回って落ちてきた子はいないか確認してるの。そんな頻度で落ちてくるのか。ホラーではない。なるほどね。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。そんな来てへんねん。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。お願いします。こっちよ。あんまり目に何これ。決意。なるほどね。あ、これがセーブポイントか。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。嫌や。音楽いいな。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ここにはたくさんのパズルがある。なるほど。ちょっとエストポリス感が強いな。侵入者を撃退する昔からの技術。部屋を移動するときはパズルを解かないといけない。だからよく見て慣れておいてね。なるほど。ちなみに？先へ進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚かな者も中間の道はありまず。ちょっとグーの音も出えへんな。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけない。でも大事、ちゃんと印をつけておいたから。看板の前で Z を押すと読める。なるほど。あ、露骨。最初のスイッチはそこの壁にあるわ。ま、テプラやん、こんなんもう。こいつもはめてくるんちゃうやろな。なるほど。こいつの声がちょっと怖いねんよな。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょ。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。そうやな。大丈夫。とっても簡単ですからね。なるほどね。モンスターに遭遇するとバトルが始まる。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをする。え？対話？対戦じゃなくて対話すんの？バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをする。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。なるほど。え、こいつが戦ってくれんのか。いや、嘘な気がする。なんかもうさっきの花も嘘ついてきたから、ちょっとこいつも信じられへん。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。ああ。マネキンが現れた。アウキンは、だからもうどうしてももう、進まんってなった時に、もう聞いた時に教えてもらうと。え？なるほどね。この先にもう一人パズルがある。いや、もうそんな任してよ、もうそんなパズルなんて。え？おい、はめてきたぞ、今。話すないやん。戦ってないねんけど、威圧や、ただの威圧やねんけど。西の間は東の間の青写真。何やこいつ。え？ちょっとこれなんか後で出てきそうやな。でもこれ覚えてないぞ。いや、なんかこの
優しすぎる感じがちょっと怖いな、マジで。ここまではとても上手にできたわね。いや、特に何もしてない気はすんねんけどな。でも次はすごく辛いお願いしなきゃならないな。来た来た、ほら来た。やばいよ。もう怖いもん。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。いや、怖っ。どうか悪く思わないでちょうだいね。何？死ぬ？怖いわ。でもびっくりさせに来るとかやったら嫌やねんよな。アジ、なんかここ。あ、なんもない。あ、アンテナの音出してなかった。ごめんなさい。ゲーム音を出してませんでした。怪しいこれ。でもね、この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。は？こいつ教えてくれてんのか舐めてんのかよく分からへんな。こいつ舐めてるやろ。私ちょっと用事があるからお留守番して。いや、もう急すぎ。あなたに携帯を渡しておく。携帯くれんの。そういう用があるときはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんに教えてね。え、絶対そんなんずっとここにいっていいわけじゃないやろ。フォン。おばはんな。これどうしたらいいの？なんかでも進まなあかんのやろうな。でもこれ戻るとかも違うやろ。ここ草多いからなんか怪しいねんけど、またそういう段階じゃないのか。なんか今出んかった？なんちょ怖いな。音楽がいいね。ちょっと留守番辛くなってきたな。いやー、ちょっと呼ぶか。あー、呼ぶってそういうことか。おせっかいババア。こいつ何気にやばいこと言うな。
え、怖い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 。あ、もうない。え、行っちゃおっかな。行っちゃう。いや、怖っ。怖い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 。あ、でもあれか、これ待っとってもババア来へんねんな。名前忘れたねって。トリエル、トリエル来へん。なるほど。あ、なるほどなるほど。オッケー、なるほどね。なんかちょっとスーファミチックといえばスーファミチックやし。あ、ああなるほど。え、ああ、もう倒していくしかないね。どっちもいらん。マジでどっちもいらんな。こいつかけすぎやろ。灰色の岩4つのうち3つが押されることを望む。なるほど、この通りに進めばいいねんな。いやー、ちょっとエンカウントがだるいな。敵が消えるパーティクルだけは割としっかりしてんねんな。あ、じゃあもう忘れちゃった。あんないちいち食らってたら死ぬよな。えい。まああんまり長い時間やってもしょうがないから、1回でだいたい2時間以内をめどにやりたいな。あ、どっちからやるべきなんやこれ。こっちが弱かったよな。あ、違う攻撃。あっ、焦った焦った焦った。やべ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 。やべやべ、死ぬ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 。
え、優しない？いや、こいつ。ニャーじゃねえんだよな。あ、ケイ、あ、よかった。え？うわ、なにこれ。通れ。ナプスタブルーク。何あっ、やばい、これ連打してるとやばいな。うおっつ、はあ？スパイダースイーツ即売会、売り上げは全部本物の雲に寄付される。金なくなった。友達が僕の話を聞き、おい、強ない？あ、ラブが上がった。
なるほど。え、さっきの部屋何も落ちなかったんじゃない？あ、何あれ。あ、敵かい。強い。ああ、あ、橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。は？なんやねん。え？あれ？この注意書き見えているなら青いスイッチを押すべし。青いスイッチないやん。戻って押すんか。え？あれへんやん。え、ここで出てくんの？え？あー、 OK。 なるほど。
はい、ちょっと待ってよ、でもね、絶対これは違うよな。あれ?ええんかい。あ、じゃあ黄色やろ、これ。あ、緑か。はい。わかるのよ。おお、攻撃力上がったか。いや、ちょっとこれを2時間1回で2時間やるのはなんかちょっとしんどいな。何これ。あっ、怒られる。ああ、この木怪しい。いや、もう絶対こいつなんかあるやろ。優しい。バリアの中に閉じ込められた我々はさらなる攻撃を恐れ退却した。地底の奥深く進み上げて洞窟の行き止まりにたどり着いた。そこを新たなホームタウンとして町の名前は。ホーム。俺もそう思うわ。切なくなってくるな。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたから。は、問題。すごいな、至る所に専用のテキスト書いてんの、すごいな。
趣味が合わんと。あ、すげえ。うわ、なにこれ。あ、なるほど。これ寝たら寝ただけもしかしてくれるとか。電気関係ないんかい。怖いねんよな、トリエルが。トリエル怖いわ、なんか。めちゃくちゃ怖いねんけど。ちょ、電気。こいつやべえな。いやいや、怖いって。あんな何考えてるかわからん感じの、怖いやろ。アズゴア。もしかしてこれ話すんよくなかったか。うわー、出た。あー、ほらもう。強っ。何これ。あっ、いや、無理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 。対話しよう。あっ、はあ。いや、ちょ、死ぬ。死ぬんやけど。はぁ？あ。怖かったこいつ。あれ、なんか避けてんな。
怖い。ああ、この逆さハートは何の意味があるんや。ああ、もしかして良くないことしたんかな。話しかけんとそのまま行けばよかったんかな。いや、なんかそういう勘繰りはやめよう、今は。いやもう嫌やー。この花信じられへん、もう。嫌になってきたな、もう。なんかちょっと心が痛くなってくるな。あ、びっくりした。今から始まるのか。終わったかと思った。わあ、びっくりした。終わったと思った、今。バドエン踏んだんかと思った。めっちゃびっくりした、今。かなりびっくりしたわ。プロローグかよ。わあ、びっくりした。マジでびっくりしたな、今。もう怖い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 。いや、もう怖い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 。いや、もう怖い怖い。怖くなってきた。やだ。じゃあ、戻るか。怖い怖い怖い。心臓に悪い。いや、なに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 、怖い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 。サンズか、これもしかして。あ、サンズや。本当が腹立つな。
った。でもさっきのトリエルは今のはなんか自分が話して結構突き放すような感じにしちゃったけど、多分あのまま黙って進んでいってでも多分追っかけてきて、トリエルが追っかけてきて多分同じ展開になったと思うのよ。だからあれは多分必然的にああいう流れになったと思うのよな。そういう風に捉えよう。合理化していこう。わお。なんで縦なの？おう、サンズ、サンズ、アンダーテール、オーマイガーって言わない。まあ確かに縦書きやからね、まあこの流れは表示の仕方は合ってんねんけど。こいつ過激派やな。こいつはめてきたぞ。は？こいつふざけてんのか。やかましい。いや、こいつ絶対ハメに来てる。いや、まあかんわ。もうちょっとこのゲームのキャラが全部人間不信に思えるわ。もう いい曲やな。これは異次元ボックスです。中にアイテムを入れたり取り出したりできる。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫。ボックスマニュアルや、エンダーチェストか。でっか。レンガラマンガラ。お、それ電話。はい。
強っ。ドントブリーズやん。決めた後決めんの。犬かわいい。あいてい。透明ビリビリメロ。いやー、だからこういうことをしていってるとアイテムがいっぱいになるんやろうな。ナイスクリーム。なんかナイスクリームってなんか聞いたことあるな。ナイスクリーム、誰か、なんか聞いたことある。何やったっけ。おいちゃんが言ってたんか。一個買うか。これをあの穴に入れればいいんか。どこ行ったボール。
なんで氷判定やねん。ああ、あんな短時間で入れられへんって。よし、神。K。この価値観がよくわからん。ああ、こっちね。雰囲気ゲーの側面はある。ちょっと苦手かもな。なんやこれ。スフニ、スフギアロテニペケナモ、は？いや、もう1時間経ってる。このネズミの穴は何なんや、一体。合ってる。わあ、おい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 、あ、なんかこういうところは細かいな。なにこれ。うわー、強そう。
は？あ、なるほどね。あ、こんばんは。いや、もうわけわかんなくて、あ、頭がなんかなっちゃいそうですね。は？いい。はい。殴る意味なかったやん。あ、何これ。すべての罰を丸に変えたのちスイッチを押す。どうやって変えんねん。なるほど。どういうこと？もう怖い怖い、もうほんまに。え、もうあかんやん。
ちょっと待って、考えろ。どうしよう、2回踏んでまうぞ。くそ、もうこのイオン角がだんだん腹立ってきたわ。もうん、なるほど。いや、なるほどなのか？ちょっと待って。あかんやん、もは？腹立っていたな。
これはガチでやらなあかんのか。なんなんもう。何々してくだち。ガン使え。これはちょっとむずいな。あ、最強。はい。どっちや とりあえずこっち行くか。処理したけどね。あ、は、なんてちっぽけな犬小屋や。あ、犬小屋、関西弁じゃなかった。でも基本的にはめてくるな。嫌やわ。あれでもさっきサンズおったとこ行かなあかんよな。あ、あれ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 、怖っ。いやいや、これ犬は怖ないやろ。さっきの道行っとかなあかんよな。
は？あかん、この配信を始めてからやたらと歯を言いすぎて何もかもがもう信じられんくなってきてる。よくない。怖い。今は来れんけど、いずれまた戻ってくるってことなんかな。スノーフル、やたらグラがいいな。何これ。あ、まあ買うか。なんかこのグラフィックはちょっとなんかファンが多そうな感じのグラフィックしてんな。獣系の連中。なんかあんまりよくわからんかったな。え？マジで？シャーマンキングやん。え、高っ。もうちょ勘弁してよ。俺が悪いみたいになってるやん。
な、マジで不思議な世界観やな。街広いな。イベントがあるんかな。図書館か。ちょっとよくわからん。マジ広。ああ。あ、はみこさん応援ありがとうございます。ちょっとわけわかんないながらに頑張ってます。いやマジわからんな。ちょ、どっか区切りつけたいな。もうそろそろ区切りをつけたくなってきた。お、なにこれ。え、なになになに、なんかエモいぞ。マジか。
結局戦わなあかんのか。あ、いた！何これ？重力がついたんか。うわ、音が変わった。ヘタブランドのイケメンクリーム、マーク・ザッカーバーグの会社から買ったか。めちゃくちゃいい音楽やなこれ。めちゃくちゃいいな。食らわねえ。死ぬ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 。じゃあ行くぞ。スパゲティや。音楽はマジでいいな。すごくいいと思う。あ、OK。いや、難しい。あ、むずい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 。あ、しまった。
いいやつ。ああ、そうか、これ勝つまでやらなあかんのか。なるほど。ちょっとしんどくなってきたな。ちょっとやめるか。難しいな、なんかこんなんがまだまだ続くんやろ。なんやろ、面白いというかなんか不思議な感じですね。なんかなんかだ、なんていうの、引き込まれるというか飲まれるというか、ゲーム側のペースに引きずられてる感じがあるな。あんまり経験したことない感覚な気がする。ちょっととりあえず、まあキリが悪いけどちょっとこの辺にしますわ。ちょっとあのパピルスはちょっと後でっていうか、また次回やります。だパピルス倒せんの多分次進めんよね。だからもう駆動時間が無駄やから、駆動感と青攻撃、多分駆動感かったら青攻撃にならん、どうなんやろ、分からへん。まあまあ、じゃあまた次回、パピルス倒したいと思います。もうちょっとボリューム感が全然分からんからな、どうなるかっていう感じですけど、まあ、そんなわけでね、次回以降もよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。